皆さん、写真1枚から写っているものの深さを見つけ出すことができる AI 技術ゾーイディプスはご存知でしょうか。普通の写真でもこの技術を使えば写っているものがどれぐらい前後に位置しているのか、つまり空間的な深さを理解できるようになります。このツールを使うことで 2D の写真から 3D の世界を容易に想像することが可能になり、クリエイティブの作品作りの幅が広がります。例えばチャット GPT で画像を生成して、その生成した画像を 3D 化変換するのにゾーイディプスを使って、最後に動きを加えるためにアフターエフェクトで動きを出す、このような使い方もできるので、ぜひこちらの AI 技術ゾーイディプスを実際にお試しください。